お疲れ様です。おはようございます。ハスピード遅くの肩慣らしです。よろしくお願いします。ちょっと滞ってましたね。ちょっとしばらくね、エル歌舞伎さんのコラボ以来、そうだね、あれ以来か。もうね、すっかり夏になって、あの頃はね、あの頃もあの前レギュラー会はね、まだ梅雨でね、梅雨だとね、どうしても撮りたくなくなっちゃってね、気分がね、あの気分というかね、この向かうまでがもう地獄なんでね地獄の梅雨だったんで、今年は気を抜くともう、はいはい、ザーザー雨だったんでね、ちょっとも出かけたくなかったっていう。雨だと、ね、あの僕夏好きですから、ネタ合わせとかも嫌がるもんね、雨だからやめとくみたいな、女の子みたいなこと言うよね。逆にもう夏だから出かけたいってぐらい、ほんとこんな日焼けしちゃって。あら、焼けてるね。ですね、焼けてますね。外にいることが多いんですね。何もしないんだけどね。エル歌舞伎さんのありがたいことにね、はいはい、コラボしていただいてありがとうございました。エル歌舞伎さん見返したらね、何がショックかっていうとね、面白かったよあれね。やっぱ昔の話とか、エル歌舞伎さんね、俺がものすごい、これ実はね、いいカメラ買ったんだよね。これいいカメラだよ。ちょっと前に 4K とかついてて、結構ね、今コンパクトなやつが主流なんだけど、ちょっと大きめな、ちゃんとコンパクトでいい映像というよりも、やっぱ大きくていい映像を撮りたいということで、ちょっと大きめなのかって。もし調べたからね、俺パソコンで、どれが人気なのかと、性能がいい、音もいいやつでこれ買ったんだから。文化芸術で買って、ね、そう。文化芸術だったら、いくらかこう支援してもらえるってことでいいの買ってやったんだけど、一方ね、あのコラボやったんでね、あのエル歌舞伎さんのチャンネル、エル歌舞伎さんのチャンネルの方でエル歌舞伎さんの、なんですかあれ、 iPhone って言うんですか、ちっちゃいしょうもないカメラで撮り始めてさ、はいはいはい、無駄ち近いかな遠いかな、いやうるせえよと、なるほどね、早くしろよと。まあ、俺は iPhone だからそんな、どうしようもしょうもない、小さい、どまどま、近いのどまどましても、長いね、はいはいっつって、まあ、適当に撮ってさ、iPhone だから、適当に喋ってさ、iPhone だしさ、っつってペラペラっつって終わって、で我々のねチャンネルの方はこう、まあ僕らのカメラで撮ろうってことで、そうだよ、で iPhone でエリエットとか言って上田さんがね、それ今の上田さん、ありがとうね、ありがとうって、それ林くん言ってて、声やばね、ぐんねちっちゃいカメラでいそいそやってて、まあ、その時俺らね、じゃあ俺らのチャンネル行こうかってことで、ちょっと僕らの方も撮りたいですって、したら坂ちゃんのでっかいカバンからズイーって開けてチャックがでかいね、まずなんだこれ、ズイーってそんな音ならないでしょ、カタカタバコって、もう、おぉ、村岸監督かってぐらいでっかいカメラで、このカメラでこのカメラ撮れないのが悔しいこんなんじゃないです、でかいけど、はい、行きましょうかってこう、もうびっくりしたね、このぐらいさ、やっぱ iPhone を、こんなもんでしょ、 iPhone 見てたから非常にでかく見えて、誇張が過ぎるから行きましょうっていう感じで、まあ、iPhone と比べたらでかい、さ、立派なんで撮ってさ、で、蓋を開けてみて、エル歌舞伎チャンネルと、マッハスピード遅くチャンネル、コラボ同士見てみたら、なんであんなに圧倒的に、エル歌舞伎さんの映像の方がいいんですけど、すげえショックだった。何俺らの。俺らの。エル歌舞伎さんも驚いてたのにね、カメラ出した時は。そう。まあすごいな、まあ、こういうのでちゃんと撮ってんだね、俺らもへへーみたいな、いやいや、まあ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 つって見たら、なんか俺らのちっちゃい黒い点みたいのが4人映ってるみたいなさ、いや、それ黒すぎ、なんなのあの暗い、黒いって何よ、あ、黒すぎてもう人間が黒いシミみたいなの4つが喋ってるみたいだったわ、日当たりが良くなかったんじゃない、だから日が落ちてきた、じゃあ見てください、 iPhone、 いや、日落ちてない。ちょっと俺らが後だったから、落ちてきたとこじゃない。日とかじゃなかった。もう明らかな敗北感。全然 iPhone の方が映りよかったよ。なんか、ピッチピチ、肌もピッチピチで。こう、なんか、一人一人。
輪郭がしっかりしてるみたいな。いや多分ね、びっくりした。設定があるのかな、なんか使いこなせてないかもしんない。いやだから、うん、それも、うん、はい、撮るねの iPhone が一撃でやってくれてるって、はい、それがカメラの性能ってやつだから、うん、はい、なんちゃらモードとかにした方がよかった。いやだから多分あるんじゃない、いいカメラなんだから。あるソニーのあるいいやつよ、10万ぐらいするやつ、いいやつ、すごいやつあるかもしれない、あるかもしれないんだけど、うん、うちの事務所もこれ使ってんだよ、言っとくけど同じカメラだからね。ね、それを勝手にやってくれるのが、うん、性能ってやつですから、うん、それは iPhoneね、うん、一撃でしたよ、うん、いいよって上田さんがいっとしてね、プッだけでもあんなパリッと映って、ちょっと見てみてください、あの何言ってるか分かんない人は、エル歌舞伎チャンネルのマッハスピード高速球の回と、この裏マッハチャンネルのマッハス、エル歌舞伎さんの回を、いや俺だって思ったよ、めちゃくちゃ映るよあれ、俺だってね、びっくりしたね、見てる時思った、あれ泣けたな、見にくいなと思って。 iPhone すごいね、やっぱ、うん、iPhone すごい、 iPhone が優秀すぎるんですよ。そうだね、 iPhone のだから、うん、カメラどうなってんだろうね、多分だけど、うん、iPhone って、うん、赤字じゃない、売れば売るほど。そんなわけない。そんなミスする。ちょっとだってさ、カメラでさ、もう何これいくらしたのこの、まあまあ10万弱、10万しないぐらい、9万が9万台、9万ぐらいでしょ、はい。 iPhone ってあれいくら、まあ、12、3ぐらいよ、いったら。ほら高いもん、高いもん。はい、しかもあの容量が大きければ高いだけで、低いのでも言うと8万ぐらいなのかな。でもカメラの性能があるいいからね、うん、だからおかしい、あれかすごくない iPhone って。でそう、このカメラが悪いというより iPhone がすごいんだと思う。 iPhone すごすぎない、iPhone で映画が撮れちゃったりするぐらいですから、今の時代すごいんですよやっぱ。マジで、うん、いやカメラ、まあ何回やればこっちの方がすごいことになるのかな。なるでしょそりゃ。でもあの置いて撮っただけであんな映像の違い出てあれ iPhone だって本気出した、ほんとすごいことになるんじゃない、ね、言っても iPhone はいろんな機能がついてその値段だからね。これはもうカメラ機能、カメラ、そうそうでしょ、ビデオカメラだから。そうでしょ、ビデオカメラですから。iPhone。iPhone 赤字なんじゃないあれ。カメラだけでも10万ぐらいの多分、もう。赤字なわけないでしょ。強さあるんじゃない、そんなわけないでしょ。穴も3つあるんだぜ、だって。穴？穴って何？カメラの。カメラの。あ3倍、すごいわ、iPhone って。ちょっと。びっくりした。がっかりしました、そして。iPhone で撮る？じゃあ。iPhone でしょ？ iPhone 撮った方がいいと思うよ。いや俺の iPhone 撮ったらまためんどくさいから。いやでこれ言い訳すると、うん、これね撮った素材を僕一回編集するんですよ、うん、後ろに入れるでしょ、うん、後ろに入れたりも文字ちょっと入れたりすると、うん、その時にちょっと画質が落ちてるのかなとかいうのがあるのかもしれない、うん、iPhone は自分で編集できるしな。iPhone あれでも取って出しだろうしな。iPhone すげえな。何言っても iPhone すげえや。上田さんもテロップ入れてくれてたけどね、俺らの名前とかテロップ入れてくれてたから、うん、編集はしてんのかな。多分もうペロペロって iPhone でやってくれてんだよ、ペペってできるらしいね。 iPhone ユーザーじゃないから俺はよくわかんない、俺は OPPO だからちょっとわかんない。おもうやめてくれ、もう変えよう iPhone。 もうわかっただろ、こんな10万のカメラ買ってる場合じゃなかったんだ。OPPO はすごい優秀だな。もういい、もう聞きたくない、もう、下ネタしか思いつかない。なんでオッポで下ネタって言われてる、オッポで下ネタなんだ。極めて iPhone に近いという。ボッキーなんだっけ、いや、オッポだよ。全然違い。一文字。オッポか。真ん中のツしかあってないじゃないか。オッポか。ごめんごめん。オッポだよ。うん、あの、水曜日のダウンタウンであれ見た、うん、ソニー芸人はソニー製品持ってるか、みたいな回で、やすこちゃんが使ってた携帯がオッポだから、うん、笑い起きちゃってて、俺ショックだったよ。オッポはすごいんだよ。はい、ね、
まあまあね、ちょっとその画像問題が出てきてショックだったなっていう、なんだろうね、カメラ選びとかいろいろあるんだろうけど、やっぱこのちょっと取って出しぐらいだったら iPhone 最強説っていうのが出てきました。今更ですけどね、まああっちのチャンネルで話してよかったことは、ダースレーダーさんのロフトの内部なんで呼んでくれないんだって言ったことによって見事勝ち取ること出演が決まり、出演が決まりました、ね、バコヤあなたの代打で出ることになりましたんで、そちらのライブチケット買ってね、あの配信で見てください。よろしくお願いします。はい、ということで、はい、 iPhone 赤字なんじゃないかって心配になった、そんなに話です。どうもありがとうございます。いってらっしゃい。お疲れ様でした。バシッ。